分散避難を検討しようについてお伝えします。新型コロナウイルス感染症への対策を踏まえ、災害時に迅速な行動ができるよう平常時に準備を行っておくことはとても重要です。この動画では分散避難についてご説明します。避難とは難を避けることであり、安全を確保することです。避難所、避難場所に避難することだけが避難行動ではありません。災害時に自宅で安全を確保できる場合には、新型コロナウイルス感染を防止するためにも在宅避難に努めてください。また行政が開設する指定避難所、避難場所だけではなく、親戚や友人の家への避難も検討してください。まず自宅で安全が確保できる場合は在宅避難に努めましょう。自宅が危険だと判断される場合は、近所で安全な場所にある親戚宅や友人宅などに避難することも検討しましょう。また地域で開設されている一時避難所、行政が開設している指定避難所などへの避難も検討し、分散避難に努めましょう。分散避難を行う上では、新型コロナウイルス感染症対策としてマスク、消毒液、体温計、ウェットティッシュなど必要なものは非常用持ち出し品として準備しておきましょう。マスクは少なくとも1日1枚以上使う想定で、複数枚持参するようにしましょう。